初めてのモーグラフ始めさせていただきたいと思います。今日やる内容なんですけれども、本当に初めてのモーグラフということで、最初、ジェネレーターと呼ばれるものの種類と機能、そして、それに対するエフェクターの、種類とその役割ですね。あと、またエフェクターの中にはフィールドというものがあるんですけれども、そちらの使い方、そして実際にですね、モーグラフのツールを使ってアニメーションの作り方、こちらの方を紹介していきたいと思います。では早速ですね、シネマ 4D に切り替えたいと思います。で、こちらですね。こちらの方、モーグラフの方なんですけど、モーグラフの機能はですね、こちら、の方でメニューにモーグラフというその名前、そのもの名前ズバリのものが入っています。でここにですね、いろんなツール、エフェクターと呼ばれるものと、ここが、緑色の、アイコンですね。こちらがジェネレーターと呼ばれるものですね。こういったものがありますので、これをちょっとまずですね、簡単に紹介していきたいと思います。モーグラフというのはですね、いろんなオブジェクトを配列したりですとか、コピーして、それに対してですね、エフェクトをかけていくというツールになっています。で例えばですね、この、クローナですね、クローナ、ちょっと画面をアイコンを大きくしましょうか。はい。クローナーというものが、これが一番よく使うツールだと思うんですけれども、このクローナーというものがあります。このクローナーというのは何かというとですね、このクローナー、作成しても何も特に画面に変化はありません。なんですけれども、今こちらにですね、このオレンジジュースのパッケージがあるんですけれども、これですね、今、ボックスカートンっていうのがあるんですけれども、オブジェクトが。これをですね、このクローナーの中にですね、子供にしてあげます。そうすると、今ちょっと大きすぎて、画面中か。こんな感じにですね、オブジェクトが複製をされます。で、こちらの方を見ていただくと、この属性マネージャーのところで、見ていただくとですね、このモードというとこがグリッド配列とあるんですけれども、このモードでいろんなふうに、このクローナー、いわゆるクローンを作る機能なんですけれども、こちらでいろんな方法で複製を作ります。で、複製の方法なんですけれども、これ、グリッドとかありますけれども、グリッドでその複製数をこう増やしてあげると、どんどん数が増えていきます。で、ここのところですね、この下のところ、サイズっていうのがあるんですけれども、こちらの方でサイズを変えてあげると、その間隔が、を調整することができます。今はですね、このモードっていうのがステップごととなっているので、こことここのその各オブジェクトの間の間隔ですね、これが、この間隔になっています。例えば64と今ここ X、これ横幅ですね、横のサイズの間隔、で縦のサイズの間隔というのはこう調整できます。これの調整のモードを切り替えてもらうと、終点というのにすると、こっからここ、ここです。この幅全体が60センチですよとかですね、こういう調整も、どちらがいいのかっていうのは、その作りたいものによって あると思うので、例えば横幅が決まっているところに、例えば街灯を並べたいとか、ジュースを並べたいとかっていった場合は、終点にした方が分かりやすいですし、このジュースをきれいに並べたいっていうような時は、ステップごとにしておくと、その、ジュースのこの幅がですね、はっきり分かって、これ10センチくらいですかね。10センチくらいにして並べておきたいということであれば、これ、複製数をこう増やしていくと、そのままの、きれいな間隔で増やしていけるということになります。で、こちらの方ですね。あと、一番下のところに形状というのがあるんですけど、形状では立方体ですね。これ、上の方にこう増やしてあげると、こんな感じですね。こんな感じに立方体状に、クローン、オブジェクトをたくさん増やしてあげると。で、この球体にすると、この、増やすクローンが、こんな感じですね。球体状になるので、球体状の実際ですか、円柱ですか、こういったものを、あとは、オブジェクトですね。オブジェクトに合わせて複製したりとかいうことができます。
このモードもいろいろありますので、あとはですね、やっぱオブジェクト複製するとすごく重たくなっちゃいます。で、重たくなってる場合はですね、このインスタンスモードっていうのがあるんです。これをマルチインスタンスすると比較的こう軽く動くようになります。で、モードの方も、グリッド配列の他にもいろいろあります。線形っていうのになると、その名前の通り、直線上に、配列をします。複製数をこう増やしてあげるとなりますし、数を増やせると。で、ここで、ここのところですね、先ほどの、ところにも、どの方向にずらすかっていうのを設定できるので、横に並べたい場合は、X の方向にずらして、あと複製数を変えてあげると、たくさん複製ができると。こんなふうにですね、ものをたくさん並べて、でいつでもこのパラメータを変えれば、数は減らしたり増やしたりができるので、これが非常に便利なところですね。よくあるのが、クローナーがない状態であれば、例えばクローナーを使わずにですね、複製しようとすると、例えばツールの、複製っていう機能があるんですね。でツールの複製で、例えば、線形で、y じゃなくて、横に、10センチずつ、8個複製みたいなことをすると、こう複製はできるんですけど、このように、たくさん複製はできるんですけど、こう複製してしまうと、じゃあ数、あともう1個増やしたいとなると、もう1回アンドゥでやり直したりとか、そういったことは手間がかかるんですけど、クローナーであれば、こんなふうにいつでも簡単にできると。でもちろん線形以外にも放射といって、この放射状にですね、増やしたり、で、複製数を変えて半径ですね、ここから中心点からの半径、どれぐらいの間隔で半径の放射状に作るかみたいな設定をできます。で、この平面っていうのはですね、この平面の向きですね。この正面から向いて、こちらなのか、さっきみたいに、床に並べるのかみたいな、こういった、いろんな方法で配置することができます。で、あと、先ほどグリッドあった、ハニカム配列の方なんですが、こちらの方はですね、もうちょっと、30と、はい。で、こういった、ハニカム状の配列になるんですけれども、これはですね、ちょっと、こういう形状よりも、より分かりやすいものがあります。例えば、こう多角形がありますね。こういった六角形の、床をちょっと消しましょう。こういった六角形のものを、こちらを押し出しで、形状にすると、分かりやすくキャップをつけておきます。よいしょ。はい。で、これを、クローナーの方でクローンにして、ハニカム構造にしてあげると、あとまさにこうハニカム配列にすると、こういったハニカム構造のものができると。非常に便利な、こういった、よく、モーショングラフィックスとかですね、モニターグラフィックスとか、作るときに、こういったものを作りたいときには、これを使っていただくと、簡単にこういった配列が、することができますね。はい。で、最後が、こちらをじゃあ消しておきましょう。はい、こちらが最後が、オブジェクトですね。オブジェクト。で、オブジェクトは何かっていうと、その名前の通り、こう、例えば、何か、オブジェクトをこう出して、で、これを、この、クローのモード、クローナーのところのオブジェクトにこの立方体を配置してあげると、この今は、これですね、分配がサーフェイスになってるんですけど、この立方体のサーフェイス上に、このクローンを、複製数が20ですか、20個、ランダムに散りばめなさいよと。これも数を増やして、100個とか増やしてあげれば、これだけ数を増やして配列を、並べてあげることができます。これは、サーフェイスってなってますけれども、他にも頂点ですね。この各頂点に配列する。頂点なので、元の、オブジェクト、立方体の方も頂点数を増やしてあげれば、このように、
複製数も増えますし、あと頂点の方にエッジですね。各、これもエッジを表示しましょう。エッジの、各エッジに配置するですとか、ポリゴンの中心ですね。ポリゴンの中心に配置するとかですね。あと、ボリュームですね。ボリュームは、これはちょっと、立方体をちょっと隠してみると、この立方体の中の、に、こう、ランダムに配置するとか、言ったようなことができます。で、この、モードの、このオブジェクトなんですけど、今、立方体、ポリゴンでやったんですけど、ポリゴン以外もですね、配置してやることができます。で、これは実際にですね、サンプルを今開きます。サンプルが、これだったかな。はい。はい。で、これですね。これも。で、例えばスプラインですね。こういったスプライン。これに今スプラインがあるんですけれども、このスプラインに沿って、オブジェクトを配置するとかいうこともできます。さっきのが分かりやすいかな。ですね。ですね。これもじゃあちょっと立方体を消して、これオブジェクトは別にシネマ 4D のオブジェクトだったら何でも、大体何でもいけるので、これのようにスプラインにやってやれば、スプラインに沿って、この、これにジュースのパックが配列されます。で、複製数を変えたりですとか、分配方法も、こちらの方もセグメントごとになってますけれども、例えば複製数じゃなくて、例えば均等とかにすると、このパスに沿って均等に配列したりとか、いうようなことができます。でさらに、スプラインだけではなくてですね、あとは他にもですね、スプラインの他にも、例えばシネマ4では、まあ、パーティクルがあるんですけれども、シミュレーションのパーティクルですね、パーティクルのエミッターを、このオブジェクトにエミッターを配列してやってあげると、このように、パーティクルとしてクローンが発生したりとか、こういったこともできます。こういった感じで、まあ、クローンの方はですね、まあ、オブジェクトの、オブジェクトをいろいろ複製して、作成するということができるというツールになります。で、次ですね。次のこちら、マトリックス。これは何かというと、これマトリックスの方は、まあ、同じような、クローナーと同じような設定になってるんですけれども、この中にですね、このマトリックスの下に子供に、オブジェクトを置いたとしても、特に複製とかはされないです。これはですね、マトリックスの方は複製をするんではなくて、この今、立方体があるんですけれども、これの座標情報だけを生成するっていう感じですね。同じようにグリッドで、こう、増やしてあげれば、こうやって増やせるんですけれども、これはあくまで、この座標情報だけを、増やすことができます。座標情報だけですので、後でこれはまた紹介するんですけれども、継承エフェクターとかそういった時に使うようなものになりますね。で、次にですね、これ、破砕ですね。破砕、こちらの方は何かというと、あ、そっか、破砕の前にですね、ちょっと、破砕と、そうですね、例えば、クローナーで、複製しと、そうですね、どうしようかな。破砕は、まあ、ちょっと。
とそうですね。破砕の場合は、例えばよくあるのが、ちょっと破砕の前にちょっと、盲テキストをちょっと紹介しますね。順番ちょっと変わっちゃうんですけど、盲テキストっていうのもあります。こちらの方は何かというと、こちらは単純にもうテキストを、これ立体化する、オブジェクトになっています。まあ、普通であれば、この盲テキストではなくて、こんな感じですね。例えばテキスト、スプラインを押し出しでやると、まあ、同じような 3D の立体のオブジェクトが できます。これはただ単純なオブジェクトなので、これに対してエフェクトをかけるっていうことは、まあ、このままではできないんですけれども、またオブジェクトはわざわざスプライオブジェクトを作って押し出しをしてという手間がかかります。で、このモーテキストの方になると、もうそのまま、もういきなり 3D になっているので、こちらの方で、文字のサイズを、変えたりですとか、まあ、フォントを変えたりとかすることができます。これに対してエフェクトを変え、かけたりすることができるというものになってますね。で、ただですね、これ、スプラインテキストですので、例えばよくあるのが、じゃあ、こういった本当はいいけれどもロゴパスで作ったロゴとかをシネマ 4D のエフェクトをかけたいとか言ったときに、こちらの方が使えることになります。で、例えば先ほどの、こちらですね、テキストスプラインで立体化をして、例えばこれが、まあ、今これ立体化になってるんですけれども、こちらの方はですね、こっちの方をバラバラにして、ちょっとテキストを文字単位に分離にしておいて、よいしょ、で、例えばこういった感じにですね、テキストがバラバラな状態でこう、まあ、ロゴマークを立体化したりした場合って感じですよね。こういったものを、エフェクト、クローナーみたいに配置したいと思っても、できないと。で、まあ、そういう時に使うのがこの破砕になります。この中に破砕の中に、入れて各オブジェクトを入れていただくと、これを、まあ、一つのオブジェクトとして扱えて、さらにこれに対してエフェクトをかけていくということができるようになります。なので、まあ、ロゴマークに対してモーグラフのエフェクトを与えたいといった場合に使うものはこの破砕の方になりますね。はい。で、次がボロノイ分割ですね。ボロノイ分割、これもですね、非常によく使うかなと思うんですけれども、こちら、例えばこういった球体のオブジェクトに対して、このボロノイ分割というオブジェクトの中に球体を入れてあげると、こんな風に、各パーツがバラバラになります。で、今パーツをなんかカラー化してるんですけど、まあ、カラー化しなければこういった状態になるんですけど、まあ、こういったカラー化を、することができます。で、破片をオフセットとすると、こういったような感じですね。各パーツがまあバラバラになってますので、これに対してエフェクトをかけてバラバラにしたりとか、壁が崩れたりとかですね。まあ、そういったエフェクトをかけることができます。こういって隙間を、まあ、例えば隙間を開けといて、例えばカラーのみとかって、すると、この中身は詰まったものじゃなくて、こういった薄い状態にしたりですとか、例えばこの空のみの状態でこう厚みをつけてあげるとかいうことも、作成することができます。で、さらにこの分割、このパーツの分割方法はこのソースというところで編集をします。このソースというところで、今、ポイント生成っていう、まあ、ここのソースのところにあるんですけど、これを見ていただくと、この今、ランダムに点が、生成されています。で、ポイント数が20点で、このポイントがランダムに生成されて、数を増やしてあげると、破片が細かく設定されて、
分割をされます。で、ここのソースのところには、例えばオフにすると、まあ、1個のオブジェクトになりますし、ソースを追加っていうすることができるので、また、別のポイントですね、分割をこう増やし上げると、また増やしたりとかすることができます。で、ここにはですね、このポイント生成だけではなくて、例えばポイント生成をなくしてしまって、例えば、平面オブジェクト、平面オブジェクトを作成します。平面オブジェクトを作成して、ここをちょっと、こんな状態ですね。わかりやすく、ちょっとポリゴンにしましょうか。ポリゴンにした状態にすると、ここでボロノイのソースのところに、この平面オブジェクトを配列すると、これが、ちょっとですね。はい。こんな感じで、この平面のポリゴンにとかポイントに従って分割をし、分割されます。この頂点、今頂点ですね。この頂点に対して分割をされます。ですので、これの、これか平面の方を、平面の方を動かすと、その頂点の位置が変わるので、この分割の状態も変わっていくと。こういうことができるので、例えば、今平面にしてますけど、これも例えば立方体を作って、ここに入れて、立方体の分割数をこう細かく変えてあげると、こういった先ほどのようなランダムではなくて、こういった規則的な、パーツに、パーツ分けということをやったりすることができます。これは今、ポリゴンだけではなくて、スプラインも使えるので、スプラインでこう、設定すると、このように、スプラインのポイントに従って、こういうふうに、このようにですね、パーツを分けてスライスしたりとか、いうようなことができます。で、ここでですね、先ほどの、ポイントになるので、例えばマトリックスオブジェクトですよね、先ほどのやったマトリックスオブジェクト。これも、同じように、ソースにすることができるので、マトリックスオブジェクトをこの分割の、ところにパーツとしてこう設定してあげるというようなことができますね。ですので、非常にまあ、いろんなものを設定することができますし、まあ、例えば分割のポイントと、じゃあ、例えば平面オブジェクトの両方を組み合わせて、やってあげるとか、そういった設定もすることでいろんな分割をすることができます。で、まあ、ソートとかもちょっとあるんですけども、例えば、あとはですね、これ、この辺のコネクターとかって何かっていうと、これ、ダイナミクスにしたときに、この各パーツがなんか接着されているような状態にすることができます。接着されているんですけれども、まあ、強く何かオブジェクトがぶつかったときにパーツが割れるとか、そんな感じの設定ですね。あとはジオメトリ結合を有効で、これ何かっていうと、これ、パーツを、細かく分かれたパーツを距離によって、例えば、距離とかですね、こうくっつけるやることができます。これオフにするとこういうバラバラだったところを塊にすることができるので、もうちょっと自然な分割にしたいとかですね、卵の殻のような感じにもっとしたいとか、いったような時に、使うと便利です。この変形、こちらの方は、ごめんなさい、変形じゃないですね。あとディテール負荷ですね。ディテール負荷、こちらの方は、パーツを、今ここを直線になってるんですけれども、ここでノイズサーフェイスで追加すると、ここにノイズをやって、変形をさせることで、こう、CG っぽいような、こう直線じゃなくて、このような、こう滑らかな、少しガタガタとしたような感じにですね、パーツを分割したりとかするようなことができます。こういったものを加えて、爆発のエフェクトを作ったりとかしていきますね。
で、あと、モーインスタンスですね。モーインスタンス、これはですね、ちょっと特殊なものなんですけれども、例えば、オブジェクトを作成して、モーインスタンスというのを複製します。はい。で、これは、オブジェクトを複製するんですけど、まあ、そのままだとあんまり、その場で複製されてるんでわからないんですけれども、例えばこのモー、インスタンスを、にアニメーションをつけます。例えば、アニメーションをつけて、最初キーフレームここにつけて、じゃあ、ごめんなさい。オブジェクトを動かします。キーをつけて、また、キーをつけて、キーをつけると。ここでアニメーションをつけました。で、これで再生してみると、その、まあ、少しずつ、複製されているんですけれども、モーインスタンスの方で、その、まあ、ズレが、そのタイミングにズレを自動的に発生させるので、こういった感じの、動きをつけて、簡単につけてやるということができます。で、そして、あと、モースプラインです。あ、ごめんなさい。トレーサーですね。トレーサー、トレーサーの方、これ何かというと、その名前通りトレースを、するオブジェクトになります。そうですね。先ほどの、これじゃない方がいいな。はい。トレース、例えばどういうことかというと、例えば、オブジェクト、こうあります。これ、まあ、一回アニメーション作成します。アニメーションをつけて、はい、こういうアニメーションをつけました。簡単に立方体が回転しながら動いていくというアニメーションをつけました。で、これに対して、モーグラフでトレーサーを適用します。トレーサーの方は、まあ、子供にしてもいいですし、トレースするリンクっていうのをチェック、この中に入れておくと、こうすると、今、先ほどなかった線が、こういう、スプラインが自動的に生成されます。今、トレースのモードは奇跡のパスってなってますけれども、これは、今、トレース、頂点をトレースっていうのはチェックが入ってるんで、その立方体の頂点を、トレースをするということが、トレースしてスプラインを作成するということができます。じゃあ、これ何がいいかっていうと、この作ったトレースしたものスプラインですので、スプラインオブジェクトとして普通に使えます。ですので、例えば断面オブジェクトにする、円柱を作って、そこで、こっちですね、スイープオブジェクトの方で、このトレースをやってあげると、こう何かが伸びていくみたいなアニメーションを作成することができます。で、このトレーサーの方は、例えば、ここですね、ここでいろんなトレースするものをチェックできるんですけども、例えば頂点をトレースでオフにすると、このオブジェクトの軸だけをまあ、トレース、することができます。また、こちらで制限っていうところがあるんですけれども、こちらの方は、開始点からっていうところにすると、開始点から、8フレーム分だけ、トレースしますよ、と。逆に、終了点からにすると、この、今、最後の、状態のところですね。まあ常にこの8フレーム分、トレースした線がここに残ってくるというような、動きをつけることができるので、これはまあ使い方次第で、いろんな使い方ができるかと思います。別にこれスイープなので、例えばスケールとかを変えてあげれば、こんな、なんか、なんでしょう、まあ、クラゲっぽい感じのものとかも作ったりとか、疑似的な煙のようなものに作ったりとか、そういったものに使うことができますね。で、さらにトレーサーの面白いところは、トレースモード、奇跡のトレースっていう以外にも、
オブジェクトを接続とかですね、エレメントを接続というのがあります。これは何かというと、今はこれは、オブジェクトをトレースしてますけれども、そうではなくて、オブジェクトの動きの軌跡をトレースしましたけれども、例えば、ヌルオブジェクトを置いて、ヌルオブジェクトを、よいしょ、わかりやすく、円とかにしましょうか。ちょっとこれくらいかな。はい。じゃあ、ヌルオブジェクト、こう、複数、こう、作ります。ちょっと色もちょっと分かりやすい色に変えましょう。黄色とかの方がいいかな。はい。こんな感じで、ヌルオブジェクトをこう5つ作成しました。この5つを、さっきのトレーサーのところに、トレースリングの方を配置します。で、トレースモードをエレメント、すべてのオブジェクトを接続ってすると、各、スプライ、ここのヌルオブジェクトを全部接続してスプライにできます。全部スプライになっているので、これもさっきと同じように、こんなふうにスプライにできます。これ何が、いいかというと、例えばこれ、ヌルに割り当てているので、こんなふうに、スプラインの頂点を、簡単に、要は、自分でコントロールすることができます。普通の頂点、スプラインをこう書いて、この頂点を動かそうと思うと、エクスプレッソっていう、エクスプレッションを書かなきゃならないんですけど、これであればすごく簡単にできますね。で、トレーサーの方で、今、タイプが線形になってますけれども、まあ3次とかで、曲線にすると、もう当然曲線も作成できますので、これで、頂点を動かしてあげれば、簡単に、スプラインのアニメーションですね。こういったコントロールをすることができます。何かこう、うねるような、パスを作ったりとかですね、したい場合は、こういった、このトレーサーは、まあ、本当にトレース、動きをトレースするだけで、こういった使い方が、できます。あと、まあ、エレメントを接続っていうのもあるんですけど、こちらの方は、例えば、クローナーとかですね、先ほどのマトリックスですね、これを接続することができます。マトリックスで、例えば、マトリックスは、まあ、こんなに複製数はいらないので、まあ、これぐらいの複製数を作っておいて、このトレースのマトリックスを入れて、で、上げるとエレメントに接続ってしておくと、このマトリックスに作った各、座標ですね、こちらの方を頂点として設定するということができます。まあ、こういった使い方が、できるというのが、このトレーサーですね。あと、最後にあと、こちらですね、モースプライン。このモースプラインもちょっと特殊な、オブジェクトになっています。モースプライムは何かというと、こちらの方はですね、スプラインを生成するものになっています。で、例えばモードシンプルってなってますけれども、例えば長さをこう変えたりとか、セグメント数っていうのを増やして角度を変えてあげると、このような扇状にしたりとか、形状を扇状にしたりとかすることができます。で、例えば、まあ、これも、モースプラインを、例えば、先ほどと同じようにスイープの中に入れて、このように立体にパスとしてするっていうこともできますし、あと他にも、例えばロフトっていう中に入れてあげると、ロフトじゃないですね。ロフトでいい。これですね。どうでよかったんだけど、あれ。ロフトはもう働かないですね。はい。で、そうですね。まあ、こういった複製をしたり、スプラインが作成できます。で、このシンプルで、角度、こう、高さを変えたりですとか、あとカーブって言うと、こういって、こんな感じで、まあ、スプラインをこう曲げたりとか、
して、特殊な、スプラインを、作成したりとか、することができますので、これもなんか、まあ、いろいろな使い方が、することができます。